霊夢さん、今回の期待なのですが。小生さん、この期待のお話をするのに絶対に欠かせないのがゼータガンダムだね。そうですね、ゼータガンダムの欠点を補ったのが今回ご紹介する機体ですね。ゼータガンダムはいい機体なんだけどね。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、ゼータガンダムを改良した機体、その名はゼータプラスでございます。ゼータプラスにはいろんなバージョンがあるけど、今回ご紹介するのは A1 型だよね。そしてその A1 型には試作機がございました。その試作機にはあの伝説的パイロットの彼が登場しているんだよね。その試作機はアムロ冷戦用機と呼ばれていますね。その機体の名前こそゼータプラス A1 型試作機だよね。そうですね、あの当時モビルスーツの名機とされたのがゼータガンダムですね。可変機構を持っているから大気圏への再突入が可能なところが評価されていたね。そこは非常に良い点なのですが、構造が複雑すぎたのがゼータガンダムの欠点でございました。だから量産化されることはなかったんだよね。もともとアナハイムは量産化を考えていたのですが、複雑な機構だから簡単に量産化できなかった。このゼータというガンダムには壮大な計画が用意されていたのですが、量産化できないことでアナハイムは途方に暮れていたのですね。そういった時に現れたのがカラバだね。カラバにとっては高い金額をはたいてもゼータガンダムの持つ機構が魅力的だったようですね。アナハイムとカラバ双方の思惑は一致していたね。そしてアナハイムは評価試験用にゼータの同型機をカラバに貸し出します。この貸し出された機体の色はホワイトだね。この評価試験用の白色の機体はゼータガンダム3号機と呼ばれるようになるのですが、この時のカラバ側のリクエストで宇宙での武器を外しているんだよね。ですね。そしてその後試験を重ねた結果、ゼータプラス A1 型がロールアウトすることになるのですが、そのロールアウト前からカラバはこの新しい機体ゼータプラスだけで構成されるエース部隊の構想を練っていたんだよね。そうですね。このために各地からエースパイロットが集められることになります。このエース部隊の名前が 18DF エースと呼ばれているね。そしてこの部隊の隊長を務めた人物こそあの伝説的エースパイロットアムロ・レイなのでございます。この部隊はアムロを含めて3人のパイロットがいたね。その中でアムロ上機のゼータプラスは赤と白でカラーリングされていましたね。この機体こそがアムロ・レイ専用機のゼータプラス A1 型だね。このようにエースパイロットが実際に登場し試験を行った結果完成したのがゼータプラス A1 型なのですね。ゼータプラスはガンダムなのにガンダムという単語が機体名には言っていない珍しい機体だよね。そうですね、ゼータガンダムプラス A1 型となりそうなのですが、そうならなかったですね。そしてカラバが先導してアナハイムとの共同開発にてこの機体は進められていったよね。あの時代の名機と言われたゼータガンダムをより改良していったのがゼータプラスでございます。とにかくゼータガンダムっていい機体なんだけど、開発コストがあまりにも高くなりすぎるところがあったよね。そのおかげでもともと量産化が視野に入れられていたのですが、量産化されませんでしたから、その点を解決すべくゼータプラス A1 型は機体構造をできるだけシンプルにすることで高コストを避ける努力をしたんだよね。シンプルにしたのですが、スペック性能的にはやはりものすごいことになっております。ガンダリウム合金を使用し、ムーバブルフレームを使用した変形機構を持っています。さらにスラスター水力以外のスペックが本家ゼータと大差ないなのですね。このようにすごいのですが、量産機というところ、それが一番すごいところですね。
ここまでスペックが高くて、本家ゼータともスペックが大差ないのは、本当にすごいところです。それにしても、量産しにくいと言われているゼータガンダムを、あれだけ製造できる、カラバの財力は、ものすごいなと思いますね。ところで、リガズイもゼータガンダムの量産型だけど、ゼータプラスとリガズイだと、どっちの方が性能が高いかな？ゼータプラスは短期で変形が可能ですので、機動性が高く戦い方に幅があります。一方リガズイは自由に変形派できませんが、バイオセンサーを積んでいる分、底力は上と言えるかもしれません。一長一短ありますので、どちらの性能が上とは言いにくいのですが、個人的には MS 時に一気に武装が貧弱になってしまうリガズイよりも、変形前後問わず、強力なビームスマートガンを使えるゼータプラスの方が有利なような気はしますね。なるほどね、変形もできて魅力あふれるゼータプラスだけど、ガンダム UC にて登場してくるんだよね。アニメ版のエピソード7に登場してきますね。地球連邦軍シャイアン基地の警護機として試験運用中のグスタフ・カールと共に登場してきますが、ロンとベルの奇襲を受けて他の2機が無力化されてしまう状態でニウェイブライダーに変形します。上空へ逃げようとしますが、それまで何度も踏み台にされ続けていたワッツのジェスタケノンに踏み落とされてしまいます。せっかくアニメに登場してきたのに、あまりいい扱いではなかったよね。見せ場の変形もあまりありませんでしたからね。劇中では散々なゼータプラスでしたが、やはりいい機体だと思います。量産化しづらいゼータガンダムの機構を取り入れているにもかかわらず、量産化に成功していること。霊夢の性能はゼータガンダムに比べてむしろ向上していること。さらに変形機構は簡略化され、構造自体の信頼性も向上しましたからね。そういう意味で成功したモビルスーツだと思います。はい、今回はゼータプラスについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい、視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。